消しゴムマニア。当たった。けど別に商品なんもねえぜ。2回連続で当たってますね。はい。あ、これ一生懸命探してみて。これ難しいんだよな、ね、家帰ってあの一生懸命遊んでください、ね、これ で, でそれはあのどういうことかと言いますと、はい、絵をご覧ください、うん、こちらですねすごいの机の上にですね、まず S 字カーブがありまして、はい、それから階段を上っていってシーソーがありまして、うん、それから最後はあの日の丸のところからですね、はい、ロープウェイで行きまして、ね、最後倒れると一番右上の花火五色流が上がると、仕組みになっております、はいはい。まあ、もちろん授業中ですので五色流は上がらないで、関君想像で補ったんですけども、そうです、ね、この消しゴムいくつあるか僕数えてみたんです。156個、数えたんですか、はい、156個。でそんなにたくさんの消しゴムでドミノって作れるのか、うん、で消しゴム用意します。うわぁあ、やだ、なんすかなんすかなんすか、何に持ってきたんすか、何に持ってきたんすか、はい、お二人で、並べてみてもらったんですが、今ちょうど150個あります。これさ、どうやって並べんの、だってこれでグイーンって、はい、これで立体交差したりシーソーしたり階段登ったり、これ今並べますか、はい、これね、これこんこれしかも一人でやってますからね、はい、何このなんか餅つきみたいな感じ、ね、これはあの確か漫画の中では横井さんが何かしたために途中パタパタっていっちゃう、必死で止めるっていうシーンがあるんですね、はい、そりゃだってね、そういう苦難にも耐えながら、え、何ですか、あなたこれどこまで行くの、ね、今あなたS 字カーブ描いてるけど、はい、じゃあちょっと倒してみてもらっていいですか、どうぞ、いいんですか、どうぞ、えい、あーあああというような台本落ちたし、なんか世の中甘くないんだなって思いました、失敗を失敗しないわけですから、なるほど、すごい、まあ、根気とテクニック両方ですかね、本当ですね、これ一発で成功してるわけですもんね、だって俺らだってもう全然う多分ね10分の1も使ってないよ、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、すごい、これ実際やってみて面白いですね、でも、すごく大変だと思います、すげえな